久保井浅見は、ウェザーマップ所属の気象予報士、フリーアナウンサー。愛知県名古屋市出身で、同県岡崎市育ち。身長160センチメートル。血液型大型。愛知県立岡崎高等学校を経て、慶応義塾大学文学部卒業。中学時代に、NHK 名古屋放送局制作の中学生日記に、岸田浅見として出演し、 女優としてデビューする。大学在学中からセントホースにてタレント活動を行った。大学卒業後、2011年4月1日から長野放送でアナウンサーとして活動。2012年9月に行島企画室に移籍。岸田浅見としてタレントフリーアナウンサーとして活動を開始した。12月、マイクロソフト最新版オフィス。 イメージキャラクターサイコ先生に抜擢される。2013年9月14日、岸田あさみファンクラブ、キッシー、Z ファンクラブがスタート。2015年3月末日をもって、生島企画室を退社。同年5月に、キッシータミヤフェイスブックページを設立し、タミヤ開催イベントなどで活動。2015年11月から、ウェザーマップへ入社し、久保井あさみとして、 天気予報業務を開始。現在は、気象キャスターとして TBS、広帯、や、東京 MX、モーニングクロス、東京インフォーメーションに出演中。テレビラジオ雑誌テレビレギュラーまたは随時出演など、単発番組。ありがとうございます。